終わりですか。マジか。押してった方が早いか。の怖と思ってどうなん？
指導なんすね。うん、結局しようか。はい、ズバイだ。熱っていうかめっちゃもうラインもうすーげーあれですね。フロントも取られるわ。道の自由度ないわ。思ったより乗らんね。全然乗れます。早いやろ。早いですね。パワーね、遅いけどもっと早いろでしょうね。なんかそんな感じはすげえ。ちょい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 エグいカーブリア流しながら言ってましたね。そやろ。あ、これやべえわと思って見てました。ポツーが走りよいんやけどな、本当は。あ、マジっすか。うん、全然俺の方が走りにくいよ。パワーないし乗り方もちゃうし。あー、いやー、だやろー。だまだやろお前。そらーそうっすよ。ツーストちょっと乗りにくいのもあるっすかね。フォーストに慣れとるもんでか。フォーストでやまいってよ、わからんと。あ、マジっすか。パワーこけるで。あ、マジっす、うん、あ、粘りがないから、うん、出だしのそのパワーのあれだけ慣れるも慣れるのにあれが。普通の道みたいに変えるとさ、もう多分ロックして止まるから。あ、ですね。ツーストやとええけど、はい、フォーストはもう本当にそんな感じはすげえするっす。一人で行くと速いで、もっともっと速い。この前もぶっ飛ばしとるでな。あ、今だこの走り良いけどさ、はい、もう全部ガレやと思う。ほんまあのスピードやな、下りでも。はい、でこうハンドルとか体重移動で曲がると無理やもん、ね、無理ですね。ちゃんと減速はテールで。あ、はいはいはい。そうっと。ただその減速が俺のはしにくいもんでさ。あ、そうなんす。ブーツかな。あ、で下りはな、もっとこうハンドル突っ張ったからもっとこう、あ、もっと後ろに、もっともっと、もう本当にこのバックの上座るぐらい後ろの線と、はいはいはい、まくれていくぞ、前向いて。あ、マジっす。で、上りやったら上りでこのこう、あ、もっと前に。そうで、手はもう基本的にはフリー。もう上りはしゃあないけど、はい、なるべくならこのステップワークでさ、うん、しゃあないか。で、それをフリーにセーブで怖いんやって、ハンドルが切れやんかったり。あ、はい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 。で、あと、ニーグリップはあんまり意味ないんやけど、だけど、この上りやと、ニーグリップ先頭あかんもんね。足、挟んでないと。そう、ほんで、もともとこう、この向きにステップとあれがあってさ。あ、そうですね。はぁ、下りの方がいるかな。下りはもうこうしといて、はい、で、エンブレもクラッチ切らんと、はい、エンブレ一足のまま、で、リアブレーキで、はい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 、コントロールして、ちょっと見直したやろ。やべえっすね、変態っすね。いや、変態っすね。そうやろ、水を得た魚のようにしようやろ。これ通せやったらもっとおもろいな。なかなかえげつない走りしてくなと思って。だけど俺のはパワーねえもんで、あれ以上落とすと止まってくないんで、はい、ああ、はい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 。取るかないもんでさ、はい、どうしてももう35キロか50キロぐらいで走らんが、ローのパワーが出るのが35キロなんさ。そんな上なんすよ。一番回転やもんで、ゆっくり粘、お前らのみたいにどっからでも粘らへんねん。止まったるとクラッチミートルしか出れへんもんで、はいはいはい、ああ、上がらへん。やっぱり潰せたら粘りあるもんで。そうですね。で、俺のやつもめっちゃ偉いよ。上りなんかやと本当にどえらいスピードつけていかな、はい、その場で動かへんなっていくか、こけるか。ああ、これは偉い、超難しいな。マシンコントロールをもっと覚えないからね。そうですね、うん、いやでもこれ乗ったら行動であれっていうのはすんげーよ、わかる。行動のちょっと滑るなんて目じゃねえですね。ずっと滑り倒してますね、うん。慣れてきたらリアブレーキで滑らさんと、はい、もうこんなガレバやったら倒しといてクラッチミートで、あー、グワーッとセルワークで、もう戻したらかん。戻さんと立て直しも滑らしたまま立て直さな、こう意味が分かってくる。俺がこの滑ってもなんもっちゅう。そうですね。まだまだもっと滑ってくるさ。ですよね、うん。速度域がこんなもんなんで、ちょっとずるって流れるぐらいしかないですけど。もう70ぐらいでどうと、もうまっすぐすらちゃんと走ってないでさ。そこでこうビビったらと飛んでくもんね。はい、もう開けたまんまこう、はい、ラインはもう一瞬一瞬のさ。はい、でフロントさえ踏まんだらいいん。ああ。でフロント踏みそうになったら余計やんと、もう間に合わんと思ったらまっすぐ踏まないもん。あ、もう正面からバーンと、ちょっとでもこけたら、まあ、今日でも死亡かよ。俺さっきフロント横飛んどるけどさ、はい、飛んでも降りるとこだけ見ておいてアクセルひねったままやねん。あ、まあ、これ基礎中の基礎さ、はい、俺ならどっちかでもモトクロスやもんさ、はい、アクセルで曲がってくで。いやー面白いやろ。おもろいっす、はい、で本当あの何段目かやと下にやとヒロッパーあってやんじゃん、はいはいはい、ああいうとこでこう
とりあえず自分のこのあれを練習してさ、はい、であのアクセルターンがまずできやな、ほんでもそうっすね、狭いとさ、はい、ここできひんでさ、はい、1台分ありゃもう、そうっすね、これらならいいっすけど、こっちだと切れやんすもんね。いやね、パワーがねえもんでさ、まあまあ寝かし開けやな、滑らへんのさ、はいはいはい、ちょっと偉いかな。そうっすね、ターンでも出だしっていうよりは上がってきてからバーンでしたもんね。そう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 、もう演奏してくもんでさ、あどうしてもな。いやまあこれは練習になりますね。はいはい、もう上がっていくのを見とってもうだいぶ変態やな思いました。で俺とタイちゃんで行くともっと速い通過やと、ほぼアクセル全開やな。くるっとる。一番危ないんがゆっくりと間、あもうなんていうかな、開けとるとな、結局その滑るんさえ慣れたら、はい、滑った方が楽なのさ、まあまあまあ、回転前は進んできますもんね、うん、だけど中途半端にこう噛みながら走っとると、はい、もう本当にギャップ拾うもんだ、めっちゃ。あとお前下半身がもっとこうリラックスして、はい、もう俺なんかもう全部ダウンはもうボディアクションでかわしとるさ、はい、ただアクセル緩めやんでええやん、緩めるとこけるもんでな、はい、トルク足らんなってくもんで、はい、この125に置いてかれとるじゃあかんわお前。いやこんな遅いのにお前えぐい。一番危ないこういう道だぞ、こういう道で練習するのが一番危ない。超滑るっすね。これは危ない。これはもうパワーがあるやつも危ないし、泣きはないでグリップせへんもんね。そうっす。またこっちの方が全然グリップしますね。うん。でこんなとこで本当は、一番寒いのは林道でもこんな道が続くとこける。ああ。俺らでも。まあ、はい、タイヤ空気抜いても余計な。はい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 。オンロードみたいにこう圧が高ならんでさ。ああ、そうっすよね。グリップせへんさ。でこういう時はもうほんまにその。せやで俺がこのブーツが合わへんっていうのはさ、このリンドやとこの道があるもんで、はい、ホスト前座ってケツ流してこう、あ踏みたいんです、踏みながら、リンドデビューやな。いやー、しょっぱなこけてよかったですね。はい、で左コーナーはいいんですよ、リアブレーキ踏めるもんね。そうっすね。右コーナーだけもうあかん思ったらアクセルワークでクラッチミートとアクセルワークで滑らさな、はい、こんなまたがってとかじゃないでさ、はい、立っとってもやっぱり右コーナー、俺はこんなに嫌いじゃないけどやっぱり右コーナーはこう取られるもんで、あそうですね、ちょっと足がこうはならんもんね、はい、やりにくいですね。で滑らしといてアクセル、左はさカーブ中に滑らせれるけど、はい、右はもう滑らしといてから入ってかな、あもう向き変えてからもう直接入ってくる、もうステップワークの方が大事だよ、はい、そこはもう慣れやな。いやー全然違う。なあお前言うたやろお前。いや全然違う。全然違うやん、道みたいなのも鼻くそなやん、ね、そうっすね、のあんなに乗りやすいもんはねって感じですね。そうやろ、はでこれが速度がちゃうだけでさ、俺がパール走っとうと、はい、あんな感じで流れてくんねって高速で、このスライド量をコントロールしようだけで素直や道はな。そうですね、うん、もうだってバーンって取られるっていうのはないっすもんね、うん、滑るにしてもこんなに滑んないですし、でアクセルはオンかオフしかないんやけど、はい、この車体はめっちゃ中途位置でキープしとらんがん、はいはい、もうどうとでもいける、はい、こうもこうもこうも前後も、はい、な、いやちょっとハマりそうやろ、ちょっとおもろい、これちょっと偉いかも、これは嫌っすけど、どっちかっていうとまだ座れる方がいいですかね、ちょっとガレったとこ行くとこっちの方がいけるな、あ、そうですね、立っとる方が楽は楽ですけど、俺やっぱ硬い、足が硬すぎてさ、はい、跳ねる、前が浮くんさ、こう前が浮くともうグリップせへんもんで、はい、そうですね、まあなんかエンデューロマシン的なのが欲しくなるんですよ、そうやろ、あれ125のもう乗ってくんならその方がいいけど、いいっすね。コーストでも別にここぐらいまで回すんだよ、あれ俺のがこんだけ回しようだけで他のは回さんでええでさ、あーそうっすよね、もっとトルクあるでさ、あーでもなんかセローとかトリッカーとかウィンドウ装備して乗っとる人らの気持ちはすんげーよ分かる、ちょっとまた趣向はちゃうけど、まあでも走っとって道フラッと行こうかなっていう気分はすげー分かる、いや、あでも
来る今日みたいなこんな綺麗な砂利とかさ、あんなやったらもうもっともっと飛ばせるさ、はい、もうほんまに俺が行ったようなとこやろ、もうちょっと偉いけど、だってずっとあんなってことでしょ。うん、あんな、ずっとあんな、もっと荒いしな、石も。でこんな砂利でもさ、細かで綺麗やん、はい、走りよいでな。ちょっとでかいのあれだけでも避けますからね。もう避けへんよ。避けたらこける。突っ込んでるじゃないですか。ああ避けたらこける。避けたら危ない。あ、避けとるけど、タイヤ半分とかやもん。ですよね。うん、はい、で、前が飛びそうやったら、もう前が飛ぶ、後ろ荷重で、前が飛びそうやったらもう後ろ、前抜いて、一瞬ハンドルこっち向いても、落ちた時にこう、ねじり込んで、はい、ケツ流して戻しとるでさ。はい、まあなんかこう上端折ってこういっとんの見とると大概変態やなっていうのをたまにこうなるじゃないですか。ああああ、もう普通にこうやって乗っとるもんで、あ、やべえなと。はりな、オンロード乗っとこらが苦手なのは人馬一体になるもん。そうですね、オンロードは馬は馬、自分は自分で、この間にエアがいるのさ。はいはい、サスペンションの、それはすげえ思ったす。フリーじゃないと弾かれたと一緒に体が弾かれるじゃないですか。で、ギジって行ってくんで。そうやろ。はい、で、いかにこういなせるか。はい、あ。はい、で、俺なんかもう本当に、俺が偉い偉いっていうのは、一日中こうやって動いと思うんでさ。ですね。うん。体ロックしとったら楽なんやけど、はい、あ。ロックせえへんさ。ロックせえへんもんで、ね、ずっと踏ん張っとるな。そう。ほんで、さらにこう、ステップも、はい、あ。こう行ったり、こう行ったりしとるでさ。大汗やよ、はい、走っとる。ですね、ちょっとわかるし。でかな、頑張ってる。いや、早かった。カーブ1個で見えへんようになるぞ。バイクもな、それこそセローとかトリッカーやったら、お前のペースに回せれるトルクがあるでさ、250やったな。こんな125でも、もうこんな高回転積んどると、あかんわ。うん、お前待っとる時もあるけど、あれ待ってなくて速度落として演奏しとるでな、もう。あ、地面とタイヤが噛んで、はい、コンって止まらないんで、あ、上げてねえと、はい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 、ずっとアウトラインなんか、常に滑っとらないかもんで、結構偉いな。そうなんすね。あとで乗せたら笑えるぐらい、笑えるぐらい走らへん。これであれだけ出そう思ったら上手いんじゃなくて、あれぐらい出しとらんな、止まってくれん。あ、はい、で逆に偉いよね、もうあの速度で常に走っとらないからさ。はい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 、普通やったらこうちょっと止まってトコトコトコって言って、またトコトコってできるやん。もうできへんもんな、急やと。もう開け続けて登ってかな。もうよう止まったらよう U ターンぐらいしかできへんさ。これの違いやな。いや、もうちょい走れる思うで、リンド。いや、もうちょいこけるかなと思った。あの速度でこけるのは、まあ、やばい、ほんまに。はい、けどあんまり無理せんほうがええやろ。うん、あ、でも無理しようかなって気は起きやん。怖いやろ。あ、多分した瞬間こけるっていうのは分かったっすよ。こけるか曲がりきれずに突っ込んでいくか、どっちかっすね。なんで本当は広っぱでコーナーの練習、コーナーっていうかもうくるくる回るだけね。そうですね、あの倒す練習って言ったらいいんですけど、倒すっていうか、うん、曲がる練習っすね。いや、でもあの向こうの先の行き止まりの一番最初の下りはエグかったっすね。僕には、そうか、僕にはエグかったっす。モーターランドもっときついぞ。マジこれぐらいで、これがもう5メートルぐらいあるで。そうっすね、よかったな、モーターランド行かんでな。モーターランド行かんで、多分オーリアンちゃう。オーリアンのチャンスだよ。これはきついけど、もうちょいになるけど降りてけるだろ、普通に。マジっす。降るよ。俺上がっては来れへんけどな、パーネーで。あー、降りてけるよ。降りてくんはどんなとこでも基本降りてくるよ、別に。こけやんじゃな。この崖みたいな、谷みたいな。お前この姿勢だけやな。あ、そうっすよね、登っとる人らおるっすもんね、こういうの。もうこれ登ってくるのがハードエンジンとちゃうか。登れへんけど、俺のやつ UGC とか、こんなん登ってくるんですね、ハードエンジン。いや、頭悪いですね、これ。まあ、こんなにはきつないけどな。でもこれぐらいはもう全然楽勝であるよ。あ、これはもう 100% これぐらいは超余裕である。
あ、俺動画でこけとったやん、はあ、あれこれよりきついじゃん。あ、動画やもんで分からんだけどさ、はあはあ、あれをお前最後の、まあ、登ったんやけどもういいかい靴がこれと仕事上がれるんやけどな。あ、俺が上がれたら上がれるんやけどな。はいはいはい、じゃあこっちこっちやってるかい。ほいいや、新たな世界が開かったな。いやでもおもろいっすね。うん、面白いよ、ほんまに。ええ。